皆さんこんにちは東京国立博物館の河野です草食古墳入門第2回は草食古墳が近畿に少ないのはローカルな文化だからなのかというこの謎について考えていきたいと思います第1回目で簡単にご説明しましたように九州の中北部それから北関東から東北南部にかけて あるいは山陰といった地域に装飾古墳が多かったのですがなぜか古墳文化の中心である近畿地方には少ないこれはなぜかというのがこの第2回目のテーマです。それでまずこの謎を解き明かしていくためにこの絵をご覧頂ければと思います。 これは福岡県の竹原古墳という装飾古墳ですがここに1,500年ぐらい前の絵が描かれておりますがこの両側には絵が描かれておりません。でこのような巨大な石を使っておきながら絵を描く範囲っていうのはかなりあるのになぜかこの真ん中の部分だけにこう集まって描かれているこれはなぜ一体なぜなんでしょうか で実はそれをその謎はこの古墳の入り口から見ると分かります。これが入り口から見た写真ですでこの真ん中に先ほどの絵がありますがご覧くださいこの入り口から見た時の両側のこの飛び出している石この石の四角になる部分には この装飾が描かれてないなのですこのことから装飾古墳は一体誰に装飾を見せるためのものだったかというこの謎に一つのヒントが得られるようです。つまり装飾古墳の装飾は入り口から見るためのものもっと言うならば想像儀礼に参加した人が中装飾古墳の この装飾を見るためのものと言えると思います。で、単に古墳の中に装飾で彩っているだけではなくて、この装飾の前には棺が置かれて死者が眠っていたはずであります。つまりこの装飾古墳っていうのは死者とその背背景に飾られた模様のある空間を見せること、すなわち 飾られた死者を演出するための空間ではなかったかというこういう仮説が考えられるわけでございますで、ここで古墳時代の埋葬施設について話を展示してみようと思います古墳時代3世紀から7世紀にかけて様々な埋葬施設がありますが大きく2種類の埋葬施設に分けることができますそれは 縦穴式のものと横穴式のものです。縦穴式の埋葬施設っていうものは、棺穴を掘って棺を収めた後、上に天井石をかけてしまうと、それでもう使うことはできません。ここでおしまいです。ところが横穴式の石室っていうものは、こういうふうに、えー、古墳のこういう土マン柱の中に石を積んでこういうような空間を作りますので。 中に棺を収めて入り口を石を積んで閉塞をしますけれどもこの石を外せばまたこの中の空間にアクセスできますそうすると何度も何度もこの棺を入れたりあるいは棺に入った死者を見たり目にしたりすることができます つまり縦穴式と横穴式があるんですけれども大半の装飾古墳はこの横穴式の石室に描かれたものが多いということが言えるかと思いますその横穴式石室なんですが実は九州と近畿とでは大きく形あるいは構造の差が違っております一体どこが違うかと申しますと まず、石室の平面形が違います。それから棺が置かれる位置が違います。それから石室を閉塞する方法が違います。この三つが違うわけです。えー、具体的に説明してまいりましょう。まず、九州の石室ですが、これが平面プラン。上から、石室を上から見た時の形です。えー、棺は一番奥の壁に平行に置かれております。 それから入り口のところに1枚の,この板状の石を使って閉塞をされております。で、棺が置かれる奥に近い部分に装飾が施されており、こっち側にはあんまり装飾は施されてないと、こういうような構造になっております。で、えー、実は近畿の方の横穴式石室は、 ご覧いただくと,、うん、と分かるように全く違う形をしておりますまず近畿の横穴式石室はこういうように一方が突出したような、まあ、包丁を横にしたような感じの石室になっております。そして棺を置く場所はここですでここに閉塞石があってこの横穴式石室を閉塞するんですが。 これをご覧くださいここにこの古墳の早々儀礼に参加する人がいて閉塞を外したとしても棺を見ることはできません。九州の場合はここに早々儀礼に参列した人がいてこの閉塞席を外すと ここから光が差し込んで装飾を背景とした棺が浮かび上がるわけですこのように九州と近畿とでは石室の形に大きな差があるわけですでこの近畿の石室の場合は棺が入り口から見えませんすなわちこの死者は隠されているわけです 九州は見えるようになっています、えー、先ほど申しましたように死者を飾ってる飾るというふうになってますここで九州の石室は飾られた死者近畿の石室は隠された死者というふうな、えー、当時の古墳時代当時の死生観があったのではないかと,ということがわかります でこれが実は装飾古墳があるのかないのかということと大きな影響を与えているんだと思いますではこの隠された死者というこの当時の死生観ですが実は日本神話の中その中でも黄泉の国の神話の中にその一部分が伝えられているのではないかと思いますその黄泉の国の神話 が一体どういうものであったかこれにつきましても平成館考古考古展示室に展示がございますのでみなさんと一緒にそこで黄泉の国神話の問題についてお話を続けていきたいと思います平成館考古展示室に参りました裏側に石があってこれは実は この平成館高古展示室で常設されております装飾古墳の一つで熊本県ののの八代海に近い部分の古墳から出土したものですこのギザギザを表したこの円形のものは鏡を紐で吊り下げた形を表しているのではないかというふうに言われております。 先ほど「隠された死者」という話をしましたがそれと関連した展示がここには展開しております。どういうものかといいますと「読みの国」というような思想であります。 この「読みの国の思想」というものは日本神話の最初の方に出てくるのですがどういうような話だったかそのあらすじにつきまして簡単にご説明したいと思います。日本列島や神々を生んだイザナギイザナミという2人の神様ですがそのうちの女性の方のイザナミは火の神を生んだ後 それがでで死んでしまいまいすで夫であるイザナギのみ事は死者の国である黄泉の国を訪問しかつての妻と再会イザナミと再会をするわけです。で連れて帰ろうとしますけれどもすでにイザナミは黄泉の国で食事をしてしまった。 したがって、私は、現世、地上の世界に戻ることはできません、というふうに言います。で、ただ、ちょっと相談してきますので、その間、私の姿を見ないでください、と、イザナギの御事に言いました。それで、イザナギは、待っていたんですが、どうしようも我慢がならなくなって、くし、 あの髪の毛に刺していた櫛に火を灯してでえこう姿を見ようとしますそうするとそこに浮かび上がったのはえすでに死んで体が腐敗してしまったえまあ醜いかつての妻の妻姿だったわけですそれで驚いてイザナギはイザナミを捨てて逃げようとします。 ところがイザナミは、えー、私に恥をかかせたなということで鬼と化ししてて、えー、イザナギを追っかけてきましたで、えー、どん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 追っかけてきて、えー、捕まえられそうになったんですが最後に読、えー、泉の国の、えー、と現世との間に大きな石を立ててそこで、えー、遮断をすることで死者の国と生きてる我々の生きてる国と、えー、の えー、違いをこう、えー、はっきりと明示するとそういうようなことをして、えー、し死んだ人の国と生きている人の国が、えー、はっきりと分かれるようになったこれが日本神話に書かれておりますのの国の神話でありますところでイザナミは「黄泉の国で食事をした」と言っておりました。 そのイザナミが食事をしたよ黄泉の国の炊飯具と思われるものが実は考古資料として出土しておりますここにある作品がその一つです実際に炊飯具と言いましてもそれほど大きなものではありませんいわばミニチュアの炊飯具と言われるものでもっと言いますと古墳に服装するために作られたミニチュア品 服装品専用の道具だと考えられるものでありますそれからこちらにご覧くださいたくさんの酢液と呼ばれる灰色の容器がたくさんありますがこれは中にですね食べ物を入れてお供えをしたそういう容器になります実はこういうような食べ物に 食べ物を容器に入れてお供えするような風習は横穴式石室というものが入ってきてそれで日本列島に普及していくんですけれどもその普及する時期がいつなのかといいますと実は先ほど祝いの乱の時にも何回にも申しましたが,慶太大王が まあ,あのケイタイ大王が君臨しているその時期に日本列島の大部分に横穴式石室が埋葬施設として普及していくわけですその背景には黄泉の国の思想が日本列島に広がったと申しましたではケイタイ大王はなぜこのような思想を日本列島に広めようとしたのでしょうか実は えー、ここには経太大王の質疑に大きな原因があったのではないかなと私は考えます。実はこの経太大王、えー、実はヤマトで生まれたのではなくて元々の出身は福井県の三国というところでありました。で、えー、実はその三国で生まれてでしかも大王家の血筋を引く人物ということでそこです。 いわばスカウトをされてそれで大和に連れてこられたそういうまああのところがそのようなまあ言ってみたらちょっと出自に疑念が持たれるということで当時の大和の豪族たちは慶太大王をなかなか大和に入れませんでした。約20年間 大王ででありなががら大和に入ることができなかったわけですそういう形態大王はどのように考えたかというと現世の大王の権威を高めるためには今まで死んだ豪族たちの系譜を大王を中心とする系譜に編成し直すというようなことを発案したと考えられます。 その中で出てきたのが生きている人と死んでいる人をはっきりと区別するようなこの「読みの国の思想」言い換えれば隠された死者を埋納する横穴式石室近畿式の横穴式石室がその舞台となったに違いありません。こののようにに大王の時期に 今までの装飾古墳を支えていた飾られた死者とは違う隠された死者の思想が日本列島にに急速に広ままっていきましたそこから現在につながるいわゆる死の汚れ死者の汚れという思想のベースになったと考えることができるのではないでしょうか。それでは第2回の結論です。 草飾古墳が近畿に少ないのはローカルな文化だからなのかこの問題について考えてきましたその回答としましては草飾古墳が近畿に少ない理由は死を汚れたものとする死生観を形態で大王が広めたからというふうに考えることができるかと思いますそれは九州の飾られた死者とは正反対の 隠された死者とそういうような考え方が日本列島にあって特にその中心が近畿地方にあったというふうに考えるられるのではないでしょうかえ草食古墳入門次回ですが第3回は草食古墳が九州に多いのは中国に近いためなのかこの問題について皆さんと一緒に考えていきたいと思います